その力を思う存分使え、仇にやめろ。俺はあの時と同じだ。この状態になるともう手がつけられる。何やってんだ兄貴。いざという時は天内を殺せと命じられている。待て、あいつは風切りじゃないんだよ。天内凛なんだ。そうだ、今こやつは操られているだけだ。こやつは拙者の命を救ってくれた男。そんな男がむやみに人を傷つけるような。この力もまた天内の中に眠る本当の力。この力を自分でコントロールできないようなら天内に未来はない。こら、いつまでもやしっこと遊んでやがる。俺とお前は新たな冒険に行くんじゃねえのか。ワクワクドキドキの大冒険によ。忘れんじゃねえよ、俺とお前の約束をよ。何よそ見してんじゃないよ。そうだ、それでいいんだ。それでこそ僕らはゴールデンコンビだ。俺は落ち着け、カタキリ。敵はあいつらだ。俺は天内凛だ。勝ったのか、自分自身に。よし、それでこそ拙者の見込んだ男、天内凛だ。違う。君は風切り八尋だ。なんだか様子がおかしいぞ。まずい、クルマの成績がオーバードライブを起こして奴の体に負担をかけている。え、このままでは奴の体は。うわ、おいしい海だ。その石を離せ。僕はこれで、この力で切ると。うわぁ、ヒミノよせ。この音は地震だ。あ、遺跡が崩れる。クルマの成績の力が積み木に影響したのかもしれん。一難去ってまた一難か。逃げるぞ。ヒミノ、何やってんだ。甘ないこいつを置いてけるわけにはいかないだろう。一番の犠牲者なんだ。僕を担いでたら逃げ遅れるよ。何言ってんだよ。俺たちゴールデンコンビだろ。急げ。ああ、諦めるな。走れ。走るってどこあったらってな。けどなんで俺を。え、お前は俺に勝ったすごい男だから助けた。師匠、俺のこと認めてくれたんですね。ありがとうございます。うん、はい。ところで、あの攻撃は何だ。あれを
教えてほしい。あれはですね、あの千年殺しと言いますね。ケムラディ様わーって何です。おめえたち正真正銘、おめえたちだろうな。何をいきなり。我々は正真正銘、我々です。我々です。我々です。おめえたちだ。大丈夫か。ああ、けどどうして兄貴が。あの事件の後、俺はブライアント社の最先端技術で一命を取り留めたんだ。今はその恩返しのつもりでブライアント社の裏の人間として白石の補佐をしている。なんで連絡してくれなかったんだ。俺必死だったんだ。兄貴がやられたと思って敵を討とうと、ずっと悪かった。風切の事件の封印とともに秘密を知る俺はブライアント社の完全な監視下に置かれていたんだ。それで外部となかなか連絡が取れなくて。その割には勝手なことばかりしてくれたがな。助かったようだな。なんとかな。あんたの方は大丈夫か。まあな、今回は散々な目にあったけど。あ、いやいやいや、ニンニンカンニン、あれは勘違いだ。そうだよ、あれはリンちゃんが悪いんだよ、リンちゃんが。ところで、その天内君は。おーい、誰か誰か手を貸してくれ。おい、ったく、重いんだよ、お前は。無事だったようだね、天内君。知らした。ごめんなさい、俺勘違いして。いいんだよ、済んだことは。それより、黒魔の成績は。それが…そいつがぶち壊した。風切の記憶とともにな。どういうことだ。天内は風切の記憶と力を取り戻したんだ。だがその悪魔の力に翻弄されることなく、黒魔の成績に狂わされた日々野を助けた。自分の中に眠る本当の力で。ブライアント社を脅かす風切弥彦は人の心を狂わせる黒魔の成績とともに消滅した。俺たちが躍起になって秘密を守ることももうないだろう。お前を死にそうな目に遭わせた俺を、風切である俺を許してくれるのか。許すも何も、俺とお前は初対面だ。だってお前は天内凛だろ。しかし困ったな。宝は消えたわ、天内君の秘密は知られたわで、僕は手に入れるより失うものばかりだ。そんなことないですよ。宝ならここに。こいつは優秀な人材です。間違った方向に導かなければ今度こそ会社に莫大な利益をもたらしてくれるはずです。そんな勝手に。復讐にあれだけのエネルギーを使えるお前なんだから、やり直すことだってきっとできる。ゴールデンコンビの俺が保証するよ。なんだか知らない間に一件落着という感じだけど、詳しいことは社の方でゆっくり。あ、そのことなんですけど、俺ブライアント社には戻りません。え？今回の一件を通して分かったんです。宝探しって宝を探しているその時こそが一番楽しいんだってことに。宝があるかないかは結局はおまけでしかないんです。どんな宝が待っているのか、ワクワクドキドキしながらいろんな場所駆け回って。もちろん危険はいっぱいありますけど、その分新しい発見もいっぱいあって、そしていろんな人と巡り合って。でもブライアント社にいたらそういう気持ちが味わえない。気づくのが遅いんだよ。あい、もう大丈夫みたいだね。なら分かった、君は自分の信じた道を進みなさい。でも次会うときはライバルだよ。はい、行こうか。では拙者たちも。はっ。天内、お主のような男気のあるやつに出会えて拙者は満足だ。またいずれ真剣勝負できることを願っている。それまでに変化の腕をしっかり磨いておけ。モノマネ勝負かい。モノマネではない、変化だ。じゃあな兄貴。お前ももう立派なトレジャーハンターだ。俺がいなくても十分やっていける。お前もそろそろいい仲間を見つけたらどうだ。だな。俺はここに残るわ。あ、いや俺の強さはさ、えらく気に入っちゃったみたいでよ。もう一族の長になってくれて、もううるさくてうるさくて。おい、また一緒に冒険するんじゃねえのかよ。ああ、どっか出かけるときはよ、連絡くれよ。もうすぐぶっ飛んでくるからよ。じゃな。おい、あ、師匠も来ました。おい、待て。じゃな。おー、ほんと勝手なやつだな。仲間か。